こんにちは、にぎょです。本日も魚のね、仕込みをね、していきたいと思います。よいしょ。本日はね、こちらイワシからさばいていきます。よいしょ。今日はね、鳥取のイワシでございます。本日もね、船橋市場にね、行ってまいりまして、よいしょ、美味しいところね、いっぱい入れてきたんで、よいしょね、よかったら、ぜひと行ったところでございます。よいしょ。さて、本日ね、タイトルはですね、よいしょ、お魚のさばき方ってことでね、よいしょ、のコツってことですね。よいしょ。力の入れ方って感じにねしといたんですけれども、よいしょ。まあね、魚ね、結構ね、さばくの難しいっていう方がね、結構ね多いかと思いますね。よいしょ。まあいろんなね理由はねあると思うんですけれども、よいしょ。まあ今回はね、力の関係とかでね、よいしょ、話していこっかなって感じで思ってます。お、いらしていただきありがとうございます。こちらね、イワシからさばいております。よいしょ。よいしょ。まあ魚ね、さばいててね、よいしょ、まあ難しいところといいますかね、こう身がね柔らかいんで、結構ねこうボロボロになっちゃうとかね、よいしょ、うまくさばけないっていうねお話が結構ねあるかと思うんですけれどもね、よいしょ。まあそういう時にね、結構ありがちなのが、よいしょ、力のね入れ方をね間違っちゃってるみたいなところがあったりしますね。よいしょ。まあ基本的にあまりね力はね入れないのが基本なんですけれども、よいしょ、どうしてもね切れないとね力入っちゃうとか、最初からね力を入れて切っちゃうとかね、あったりすると思いますので、その件がネックかなと思っております。よいしょ。まあ今はね、さっきねこの頭とか落としたんですけれども、頭を落とす時もですね、まあ、最初から力はね入れないんですよね。よいしょ。最初はね、その皮があって身があって、よいしょ、まあ、真ん中に骨があるものですから、よいしょ、いきなりね、よいしょ、よいしょ、力を入れてしまうと、そのね身がねボロボロになってしまうっていうわけですね。よいしょ。お次はアジでございます。今日はねこちらね、福岡ですね、福岡の釣り物、よいしょ、釣りでねこう釣ってもらって釣って、よいしょ、まあしっかりね一匹ずつ締めて丁寧にやってもらってるってやつですね。釣り物のアジでございます。まあ今日のは俗に首折れなんて言ったりする、首をね折ってあるやつなんですけれども、まあちょっとね今回のはねちょっと怪しいですけどね、はい、本当にそうかなっていうのがちょっと怪しいところですね。まあもしくは単純に市場でちょっと時間経っちゃった経過もしれないんですけれども、まあ基本的に首折れとかってやつはですね、まあ締めて、まあ取ってですね、こう新鮮なうちにね、まあ生きてるうちにこう首をね折っちゃって、まあそこでもう締めちゃってあげて、鮮度を保って身とかがね、身の品質とかがすごくいいよーっていうのがね、まあ俗に言う首折れサバとか、首折れのねこのアジとかボラとかね、そういうやつなんですけどね。よいしょ。ただまあこれね、買う前から分かってましたけど、若干ね身がねもうだれてるんですよねちょっと緩くなってきてるんですね。
それなんで、よいしょ、これは本当かなっていうのがねちょっとあったりするんですけどね。まあ最近あんまり見なくなりましたけどね、あの明らかにその締め方じゃないよねみたいな魚がねたまにあったりするんですよね。よし、まあ魚にもね締め方ってやつがいろいろありまして、まあ一番簡単なのはね、取れたっつって取れたよーって言って新鮮なやつを、まあ、氷とかに入れちゃうっていうパターンですね。まあ生きてるうちに氷とかに入れちゃうと、まあそのままね、まあ冷たいのとかいろいろあってそのまま死んじゃうんで、よいしょ、まあ死んじゃってそのまま、まあ、冷たい状態で保持できるみたいなね感じでねできるんで簡単なんですけどね、のじめとかって言ったりしますね。よいしょ、お、ありがとうございます。昨日釣りたてのキスの天ぷら作った。あー、いいですね。釣りたてもねいいですよね、うまいっすよね。お、キス天うますぎたいいですね、キス美味しいですよね。なかなか釣ったりしないとね、こう食べれない食材ですしね。まあたまに市場とかにもありますけど結構高級食材ですしね、はい、たまにしか出ませんしね。いやーいいですね。よいしょ、砂浜の釣りとかも久しぶりにやりたくなっちゃいますねお、あらです、1日釣りして3匹しか釣れなかったよ。あ、そうなんですね、キスが3匹だとちょっと寂しいですね。まあけどキス釣りってことは他にもいろいろこうかかってきたんじゃないですか、砂浜とかですもんね。カレーとかね、ハゼとかいろいろ釣れたりしますよね。よいしょっと、アジでございました。よいしょ、次はこちらね、岩手のサワラでございます。よいしょ、結構ね、よいしょ、岩手のやつはねまだこの時期でも結構太ってて脂が乗ってたりしますね。今日のどうかな。よいしょ、お、あれです、鱗取る簡単で楽でいい。なるほど、確かにそうですねいっぱいいるとね結構大変ですもんね。よいしょ、お、昨日底割れしてて難しかった。あ、そうなんですね、あれ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 、そんだったんです ね、 ね、たまにしか釣れないとちょっと大変ですけどね、まあ3匹釣れてよかったです何も釣れない時とかありますからね。最近は自分は利根川に行ってアメリカナマズを釣っておりますよいしょ、お、岩手、あら、私が住んでる県、あ、そうなんですね、岩手の方なんですね岩手からありがとうございますよいしょ、うん、ほんのりやっぱり脂乗ってますね。よいしょ、新潟とかあっちの方の、いや、サワラは結構ねもうあんまり脂乗ってないんで、やっぱり岩手は違いますね。よいしょ、お、アメキャそうですね、はい、まだ2回目なんですけどね釣りに行くの簡単に大物が釣れるんですごい楽しいですねお、あれです、アメキャ捨ててる人多いらしいね、マナー違反まあそうですね、ただあのルアーとかでやってる人も多いんでね、ルアーとかの人はあんまりこう釣って食べるってしませんからね。よいしょ、文化の違いと言いますか。よいしょ、うちは今のところ俺は全部ね、あの取ってきて家でねさばいております。あ、 YouTube でもアップしてあるんで、もしよかったらライブのアーカイブで見れますんで。よいしょ、美味しいらしいね。あ、結構美味しいですよ、はい、皮取って唐揚げとかはね普通に美味しかったです。あ、こちらほうぼうでございますね。今日はあれどこだったかな、ちょっとど忘れしました、ほうぼうですよいしょ、
おはようございます。おはようございます。大将もだいぶ釣り好きなんですねそうですね、去年まではあんまり行ってなかったんですけどね。はい、去年はほとんど行ってなかったから、はい、ちょうどなんか話とかしてたら、まあお客様でも行かれる方がいらっしゃってちょっと行きたくなっちゃいましたねあんまり大物釣りしたことなかったんですけどね、そのあの豪快な引きはちょっと今ちょっとハマりそうですねよいしょ。お、方々様はい、方々でございます。お、なんか、まあ、めっちゃエビ食ってますね。よいしょ。方々ね、結構ね皮目がね、よいしょ、香ばしくて美味しいっすよね。よいしょ。お、あらす、こういうのを見ると昼寿司食べに行きたくなるよねすいませんよく言われますよいしょ。お、おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。今ね、方々をさばいております。よいしょ。お、あらす、赤坂だから高級魚やんそうですね、味は高級魚だと思うんですけど、なかなか一番のね評価はそんなに高くないですよね。自分は好きなんですけどね、まあだからまあ自分的にはいいですけど、なんか評価が低いのもなんかちょっとなんかもやっとしますよねまあ安く買えるんでいいんですけどね。よいしょ。お、あらす、お客さんとの話のネタになりますしね。ですね、はい。やっぱ盛り上がりますね。よいしょ。お次は珍しいとこですね。よいしょ、生のバチマグロですね。メバチです。千葉のメバチですね。よいしょ、珍しいですね。生の生バチが入ってくるなんてね。よしよしよし。お、あれです、お米って最近値上がりしました。あ、そうですか。あ、わかんないですね。いつも同じとこで買ってるんですけど、値上がりしてたかなまあ確かにお米も作るのに燃料費とかいろいろかかりますもんね。もっと失礼しました。そう考えたら、まあ値上がりするのも妥当なのかもしれませんね。まあ今はね、何でも値上がりの時代でございますからね。よいしょ、ちょっと今度買うとき気にしてみますお、ぶどまり悪いからね、方々様まあ確かに確かに、そうですね、頭でっかちでございますからね。よいしょ。まあただうちはね寿司屋なんで、よいしょ、割とねこう、まあ、形が変でも使いやすいですし握りにはね割とどんなんでもできますからね。よしよしよし、自分は結構好きです。皮目炙ってね、やるんで仕込むんですけどね。よいしょ。お、メバチ様ですメバチ様でございます。なかなか市場でね見ないんですけどね、やっぱ今マグロ取れてるんですかね。よいしょ。お、こんばんはこんばんはいらしていただきありがとうございます。よいしょ、まだ朝でございますけどねよいしょお次は、よいしょ、こちらね千葉のメジラでございます。お、あります、皮引きすんの、カツオみたく。そうですね、あ、飛んでっちゃった。マグロ、そうですね、皮引いて使いますね。よいしょ。まあバチが久しぶりに入ったんでどんな感じかなって今ね気になってるところなんですけどね。まあこのサイズなんで油が乗ってるってことはないでしょうけど、よしよしよし。お、あらす、こっちもぶどまり悪いよね、美味しいんだけどさそうですね、こっちはね失礼しました、こっちはよく使いますね。やっぱ美味しいっすよね、身が締まっててね。頭でっかちですけどね骨抜くの大変ですけどよくやっております。よしよしよ。
おお、ありがとうございます。コメントがすごい。よいしょ。お、去年新潟不作だったから値上がりしたんですかね。あ、そうなんですね。新潟がダメだったんですね。それはそれは暑すぎたんですかね。よいしょ。なるほど、そうかもしれないですね。お米もね、いっぱい作ってね、いただけるといいんですけどね。よいしょ。お、あらす、メジラは沖のじゃないと臭くて。あー、そうですかね。まあ、ちょっと香りがね、独特で強めではありますよね。まあ、自分とこはね、結構皮をしっかり取ってあげまして、よいしょ。で、あとはね、身にね、ちょっと粗塩とか軽く振ってあげて、よいしょ、水分もね、抜いたりしてあげてますね。そうするとね、結構旨味が強くてね、美味しいとこなんですよね。もしよかったら。よしよしよし。お、あれです。お、もともとスイカくんだった人です。あ、そうなんですね。変えたんですね。いらっしゃいますでございます。あ、あれですかね、ちょっと前自分人違いというか知り合いかなと思ってたら違う方だったっていう方だったですかね。失礼いたしました。これからもよろしくお願いいたします。お、あれです、白子の季節ではないですかね。あー、メジラですか。メジラはどうだったかな。あんまり油を乗ってる季節じゃないんですけどね。今は白子といえば、今はあれですね、フグですね。今日もね、市場に並んでましたけど、まあ、まだ先週のやつが熟成させてあるんで買ってこなかったんですけれども、マフグですね。今新潟のマフグの白子が出回ってますね。よいしょ。冷蔵で出回ってるんで、フグ白子はね、まあ、高級品なんで、冷凍品もあるんですけど、冷凍一回しちゃうとね、結構スカスカになっちゃって美味しくないんで、チルドのね、冷蔵品が美味しいですよ。季節にぜひといったところですね。あ、卵結構発達してますね。この時期なのかな。よしよしよし。おお、あれだっす。お、いつも買ってるお米が10キロ3200円前後だったのが、先月くらいから4200円。あ、そうなんですね。そんな上がったんですね。お、白子だ。男の子でございますね。お米も高騰してるのかって気になってました。そうなんですね。じゃあそうなんですね、きっとね。内臓か。あ、包丁についてた卵ですね。よいしょ。白子、白子っぽい。よいしょ。お、作ってる側は安くてね、参っちゃいますよ。あー、ですよね、本当にね。ね、漁師さんもあんね、お魚安いって言いますしね、なかなかね、作ってる側に厳しいですよね。よいしょ。お、あれです、回らないお寿司屋さんってサーモン出さないんでしょ。あ、なんかお高いところはそうみたいですね。まあ、お高いところっていうか江戸前って感じですかね。まあ、うちも江戸前っちゃ江戸前なんですけど、昔ながらののをやってるところはサーモン出さないみたいですね。まあ、それは歴史とまあ関係があるんですけど、まあ、そもそもサケ科魚類はね、生で食べちゃダメだよっていうのが、よいしょ、日本のね、一般常識なので。でしょ。まあ、淡水魚ってやつはね、生で食ったらとても危険なんですよ。まあ、割とね、毎回言ってますけど、はい、まあね、死んじゃったりしたら嫌ですからね。はい、淡水魚危ない寄生虫がいるので生食しちゃダメっていうので、サケ科は食べなかったのを、まあ、ノルウェー様がね、美味しいサーモンを作ってきましたんで、それで力ずくでね、生で食べるようにしたというかね、はい、まあ、うまいんでね、みんなね、食べるようになったってことなんですけどね。よいしょ。お、寿司屋のマサルの動画で言ってた。なんかよく出てくるやつですかね。まあ、あとは江戸前とかって仕込みをするみたいなのが結構文化なので、よいしょ。最近のサーモン、アトランティックサーモンって言うんですけど、あれはね、そのままが美味しいサーモンなんですよね。よいしょ。あれなんで多分やってみたけど美味しくなかったなと思いますよ。サーモン酢締めにしますとかよく言ってますもんね。
次はよいしょ。お、あれです。あ、今年岩手県のウニやばい高いよ。あ、そうなんですね。岩手結構ね、今年ね、ガタガタしてますよね。掘ったてもかなりやばいことになってますしね。よいしょ、やっぱり気温の影響ですかね。よいしょ、珍しくね、カンパチ入れてまいりました。カンパチ。そして、あれ今日全然産地覚えてないっすね。鹿児島だったかな。あの、伝票に書いてあるんで、後で確認しておきまーす。よいしょ、お、コメントありがとうございます。ありがとうございますで、とてもありがたいんですけれども、ちょっと韓国語読めませんので、申し訳ございません。よし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 。お、あれです、スジメサーモン聞いたことない。自分も食べたことないんですけど、なんかそう言ってるあのお高いお寿司屋さんがいましたね。仕込みをするんでサーモン素で締めますみたいな。うちは仕込みしなきゃいけないんですよみたいな。いや、そういう問題かなって思って聞いてましたけどね、はい。聞いたことはあって食べたことはないです。まあ基本的にそのままうまいんで合わないと思いますけどね。よいしょ。お、150g のウニ4500円だっけ。そうなんですね、やばいっすね。まあ今年ウニね、結構ね安いとか言われてますけど、ロシアとかね、海外物が安いんですよね。国産はかなりね高い感じがしますね。高い、まあいつも通りって感じですかね。よいしょ。お、あらです、今家族で見てます。あらあら、ありがとうございます。昨日はね、すいませんでしたね、ちょっとさっさと帰っちゃいまして。よいしょ。まあ美味しく食べてもらえたようなんで良かったです。よいしょ。お、ありがとうございます。アトランティックとノルディックとサーモンありますね。あ、そうなんですね。へえ。アトランはね、大西洋酒ですけどね、ノルディックってのもあるんですか。へえ、なんだろう、ノルディックあんま聞いたことないですね。なんだろうな。ありがとうございます。ちょっとね、勉強しときますね。よいしょ。最近まあいろんなところでね、サーモン作ってますからね。うちだとオーストラリアのね、タスマニアとかよく使ってますね。よしよし。お、あれです、メー。あ、ヤギの方なんですね。いらしていただきありがとうございます。どうも。おっとっと、ヤギの、ヤギによるヤギのためのヤギボイス。あ、そうなんですか。ヤギ伝統仕事カッティと申します。あ、そうなんですね、初めて聞きました。よろしくお願いいたします。よしよし、いてててててネギお寿司のネギおでございます。よいしょ。お、江戸前だとこれから鈴木ですかね。あー、そうですね、まあ例年とかね、一般的なことで言うとスズキなんですけれども、まあ今はまあだいぶ良くなってきましたかね、はい。ただ去年の夏もそうだったんですけど、やっぱり暑すぎて、もう食欲ないっすみたいな感じになっちゃってて、夏良くなかったんですよね、スズキもクロダイも。それなんでまあ今ぐらいか、今からもうちょっとぐらいはいけそうな気がしますね、鈴木ね。ただ最近よいしょ、漁師さんたちの努力によって結構鈴木も値上がりしてるんで、なかなかどうか買おうか迷うところですね。よいしょ。次が気仙沼のマダイでございます。宮城気仙沼っすね。よいしょ。ね、なんか宮城でもマダイがいっぱい取れてるっつってニュースとかにもね、なってましたね。まあどんどんね、北に移動してるっていう雰囲気があるんですかね。いてててて。よいしょ。お、カンパチの釣り大好物です。お、釣りって何ですかね。カンパチうまいっすよね。釣りって何でしょう、ちょっとわかんないですけど。すいません。お、鹿児島のカンパチですね。あ、鹿児島でしたかね。ありがとうございます。よっしょ。お、あらす、やっぱし日本の寿司職人はすごいような、芸術だよな、さばき方。ありがとうございます。よっしょ。まあ自分は割ともうね、基本に忠実にね、はい、やっておりますけれどもね、はい。よっしょ。まあ自分魚好きなんで、あんまりね雑な扱いができなくてね、はい。
丁寧にねやっちゃいますけどね。昔はおせえおせえってよく怒られましたよいしょ、お、ありがとうございます。おお、すごいコメントありがとうございますよいしょ、お、カンパチブリ大好き、青臭い魚が好きなるほどでございますうまいっすよねカンパチもブリもね。そんな香り強いイメージあんまないですけどね、はいよいしょ、お、コリコリ食感と油の海苔が最高なんだよね、ズリズリそうなんですか、ズリズリめっちゃ気になりますねなんだろうよいしょ、お、ありがとうございます。逆に汗バテして痩せちゃうんですね。さて田んぼ仕事行ってきます。おー、行ってらっしゃいますでございます。今日もなんか暑そうなんでお気をつけくださいませでございます。よいしょ、なんかね、あの夏枯れでしたっけねとかって言ったりするんですけどね、夏暑すぎてもうなんか痩せちゃうみたいな言いますね。よいしょ、おー、あれです、マグロでいう大トロの部位だよ、釣り、あーあー、砂釣りのことですか、あーなるほどなるほど、あーいいっすよね、あそこはね本当にね、よいしょ、歯ごたえがねしっかりしててね、旨味も脂も乗ってますからね、自分も結構好きですね。お、卵持ってますね、そっか、そんな時期なんですね、もう終わったかなと思ってましたけど、よいしょ、岩手だ、あ、岩手じゃないや宮城だからこんな感じなんですかね。よしよしよし、お、あらす、あたしタイって美味しさわからないんだよなあー、なるほど、タイは結構上品ですからね、まあ割とあの皮を引くお店が多いんですけれども、皮引いちゃうとね余計上品極まりなくなっちゃうんで、まあうちだと割と皮付きのまま炙ってあげて、まあタイはねやっぱり焼きの香りと相性がとてもいいので、炙ってあげて皮ごとね香ばしさとうまさと味わうようにしております。まあそれでもやっぱ上品さは残りますけどね、美味しいですよ。よいしょ、お、ありがとうございます。一日仕入れにいくら使ってるんですか、寿司屋さんは原価高そう。そうですね、そうですね、よいしょ、まあ日によってなんですけどね、先週とかはご予約が結構入ってたんで、先週は確か4万とか4万5万ぐらい仕入れた気がしますね。今週はご予約がなんと1件もないのでまあもうゴールデンウィーク終わったしあれなのかなって感じですけど、一件もないので今日はいくらだろうな、2万5000とかそんなもんですかね。よいしょ、だったような気がします。よいしょ、ちょ、お、あれです、あれです、顔の鱗は取らないんですかそうですね、今はねあの取ってないですね。よいしょよいしょ、まあ時短と言いますかあまり使わないので、かぶと焼きとかにはするんですけどね。よいしょ、さてそしたらとりあえずいけたかなとお、あれです、どんことか使わないの、あ、あれですか、あのエゾイソアイ鍋ですかね。よいしょ、あの関東にはねエゾイソアイ鍋ほとんど来ないんですよね。自分も大学あの岩手に行ってましたんで、大学生の時はよくエゾイソアイナメ食べてましたね。汁物とか鍋とかにして、よいしょ、キノコじゃないよそうですね、どんこをね、はい、食べてましたよ。うまいっすよね、なんか柔らかくて不思議な感じでしたね、あれね。関東は本当にねたまにしか入ってこないですね。頭も使うんですね、頭はそうですね、後でね夜とかに仕込んでかぶと焼きとかにします。ちっちゃい頭はねあら汁用に割って出汁を取るんですけどね。よいしょ、あれです、タイの卵食ったことないな、美味しいのかな。タイの卵も結構美味しいですね。よいしょ、まあ、ただ卵はねさばいてすぐ美味しいもんじゃないのでね、あんまりね、まあ、よくね明太子とかたらことか
カラスミとか言うと思うんですけど、結構ね手かけてあげて美味しいものなんで、まあうちはいい卵が入ったらカラスミ仕込んだりするぐらいですかね。さてそしたらばさばいていっちゃいますかね。よこせ。じゃあメジナからちょうどあったんでよいしょ。お、あれです、卵使いますかあ、そうですね、ちょうどさっきちらっと言いましたけれども、うちはとね、あのいい卵入るとカラスミとかに仕込みますね。まああんまり太ってないと、まああら汁とかに入れちゃったりとかしちゃいますかね。よいしょ。あれです、愛媛の養殖のタイ一郎くんがマジでうまい。そうなんですね、タイ一郎くん。ちょっと見かけてるのかわかんないですけど、そうなんですね、ちょっと見かけたら試してみたいと思います。よいしょ、いつかなと使わないやつはしまっていきますね。よし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 、お、あらです、アージェンティナメッシありがとうございます。ちょっと意味が分からなかったですけど、すいませんよしよしよ、あらです、よしよしよし。 お寿司食べに行ったりしますか？お寿司ね、基本、まあ最近ちょっと行ってないんですけどね、前はね、よくね、おしょ行っておりました。よいしょ。なかなかそのいいお寿司屋さんといいますかね、こう満足できるお寿司屋さんがなかなかないものでございますので、よしよし、まあ、最近あの1万円ぐらいのお寿司屋さんとかも結構流行りで増えてるもので、増えてはいるんですけど、まああまりね食べに行って美味しいものではなかったりとかするのが多いので、ちょっとね行かなかったりしますね最近ね。よいしょ。お、キモパンのどんこ最高にうまいよ。ですよね。いや懐かしいですね、ちょっとね大学時代をねちょっと思い出しはやっぱ増しますね、はい、あの頃はね腐るほどどんこねなんかみんなつってたんで、あんまりこうねもてはやした感じはなかったですけど、こっちに来るとね手に入んないですからね。よいしょ。あらす、あら汁とかは作ったりしないんですかね？あら汁ね、今ね仕込んでおります。あの今寸胴でね、よいしょ、骨をね煮出しておりますよ。うちのはね割と強火で煮出す白湯系のあら汁なので、よいしょ。でなおかつね、お椀の中に骨を入れないスタイルなので、よいしょ、まあ、自分がねあの骨やりながらあら汁飲むのめんどくせえなって思って骨ない方が美味しいっしょって感じでやっておりますね。よいしょ。結構ねオリジナルというか他で食べられないあら汁なんでね、ぜひぜひといったところでございます。まあ日によって味は違うんでどんな感じになるかはその日次第ですね。よいしょ。お、どんこはなめろうが最高。あ、そうなんですね。あんまりどんこ生で食べたことはなかった気がしますね。はい、どうしても加熱するものかなっていうイメージがありましたね。そうなんですね。よいしょ、手に入る機会があればやってみたいと思いますね。よいしょ。お、あらす、今日は144人も見てる、すごい。あ、そうなんですね、ありがとうございます。ちょっと仕込みしててあんまり人数見てなかったですコメントと仕込みでよいしょ。お、あらす、岩手の大学いたんや。そうですね、今はキャンパスないんですけど、あの北里ってとこに、北里の水産学部にいたので、あの大船渡ってとこにねいました。まあ大船渡の中心部からは結構外れてましたけどね、はい、はい、大学3年間いましたかね。よいしょ。お、あらす、カラスミってひたすら塩漬けして作るんですか？あー、別にひたすら塩漬けではないですかね。よいしょ。まあ正しい作り方というかはいろいろなんか結構ねごっちゃごちゃいろいろやるんですけど、
うちはね結構ね簡単にね仕込んでますね。簡易式カラスミって感じですね。まあそれなんで、まああれですね、卵取ってきれいにして、よいしょ、まあ塩に1日ぐらい漬け込みまして、よいしょ、でそしたら水分めっちゃ出るんで次の日に洗ってあげて、でまあそうですね、半日ぐらい塩抜きって感じで水につけてあげて、でそしたらまあざるにあげて、よいしょ、でうちの場合はね、あの天日干しとかね、ちょっとね、あのリスク結構あるんで天日干しやらないで、あの冷蔵庫干しをするんですよね。そのままザルに開けたまま冷蔵庫でちょっとね入れといて、で1日1回ぐらいひっくり返してあげて、である程度水分抜けてきたら、まあ別のバットとかに並べてまたねひっくり返しながら一月ぐらいね冷蔵庫の中で乾燥させていくと、カリカリのねカラスミできますね。よいしょ、結構ねちゃんとした卵だと何でもできるんで美味しいですよ。まあチャレンジしていただきたいところなんですが、よいしょ、まあやるときはあの専用の冷蔵庫がないと、あの冷蔵庫の中全部魚臭くなりますんでお気をつけくださいませ。よいしょ、そんなわけでメジナでございました。よいしょ、寿司職人の苦悩かあれですよいしょ、サワラでございますね。 おはようございます、おはようございます、いらしていただきありがとうございます。よいしょ、あら汁は味噌醤油、あーそうですね、あら汁はですね、まあ基本味噌ですかね。醤油は隠し味というかね、ちょっとねあの厚みを持たせるためにちょろっと入れますね。はい、よいしょ、お、北里か、はい、北里でございますね、元ね、はい大丈夫ですか、ご迷惑かけてないですかねよいしょ、大船渡のサンマのラーメン、黒船だっけ、うまいですよ。あーなんかありましたよね、まだあるんですかちょっと懐かしいですね、はい当時はサンマラーメンかっつって言ったかな、言ってなかったような気がしますけれども、あんまりよく覚えてないですけどね。よいしょ、なんか回転寿司がやたらうまいとか、なんかホームセンターだった久保保だったかな、行ったりとかしてました記憶はありますねよいしょ、よいしょ、お、あらやす、アイナメさん釣り放題やん、北里大学の近くの有名なとこあるよ、あ、そうなんですねお、黒船でしょっつって皆さんご存知なんですね、すごいですねよいしょ、まあすごいね、山の中でね楽しいとこでしたけどね、山の中で海の近く、おお、アニサキスいた、よいしょ、兄貴がおります、割と肛門近くに多いんですよね、この丸いやつぽい、お腹の中にいるとねちょっとね他もね警戒しといた方がいいですね、要警戒、開いた、身が柔らかいとねやっぱみんなが入りやすいですよね。よいしょ、よいしょ、このこと、よっこいせー、どうしようかな、割ろうか割らないか迷うとこですけど、割っといちゃおうかな、お、鳥に狙われたりするんですかねどうなんですかねよしよし、お、触らない触らないでさすしょ、お、あらすにしてもマジで切れる包丁やなありがとうございます、ちょうどね昨日ちゃんと研ぎましたんで、はい、ステンレスなんですけどね、モリブデンバナジウム合金のやつで
結構切れて気に入ってるやつです。まあそんな高くないんですけどね。よいしょ、サワラでございました。よいしょよいしょよいしょ。お、あらです、これがプロの研ぎか。まあ研ぎはね、まあずっとやってますけど、やっぱりプロの研ぎ師さんはね本当違いますよ。はい、全然ね切れ味変わりますからね。まあその代わり包丁めっちゃちっちゃくなりますけどね。なんか研ぎ師さんは元の形にしてくれるらしいですね。包丁の正しい形というか、元はこういう形ですよっていうのにちゃんと戻してくれるみたいなんで、だ一番減ってるところに合わせて研ぐんで、なんか一回りだか二回りちっちゃくなりますね、包丁ね。よいしょ、最近出してないですけどね。よいしょ。お、あれです、サワラって皮引きにくくないですか。タイとかカンパチとか皮引きやすいけど、サワラが全然皮引けないです。皮すぐ切れる。うちはね実はサワラ皮引いてないんですよね。まあいつもそうですけど、サワラは皮ごとが美味しいかなっていうんで、皮ごとね塩振って炙って、よいしょ、でそのままね皮ごとで刺身とか握りにしておりますね。自分も何回か引こうかなと思った時はあったと思うんですけど、ただなんかめっちゃ難しかったイメージがあります。確かに。よいしょよっこしょ。お、あれです、琵琶湖のブラックバスまたはブルーギルを調理するならどんな調理して食べたいですか。どうですかね。まあ普通に揚げ物とかだと美味しいと思いますよ。ちょっとねまだねブラックバスブルーギルは食べたことないんですけど、はい、今度釣れた方でもいたらね、もういただこうかなって思ってますけどね。ブラックバスとかあっちを釣る予定はないのでね。よいしょ。やっぱ揚げ物がうまいんじゃないですかね、普通に。はい、まあ、とりあえず揚げ物やってまたやれるようであれば他も試してみたいですね。焼きとか。どうですかね。よいしょよいしょ。お、あれです、アニーさん。アニーさんね、いますね。よいしょ、ちょくちょくいますからね、気をつけていかないとっすね。よいしょよいしょ。おはようございます。おはようございます。朝からアニサキさんテンション上がりますね。ですね、まあもうね日常茶飯事でございますけれどもね、はい、いすぎなんで。よいしょ。お、鮭のおにぎりにもたまに混ざってたりする。鮭のおにぎり混ざってたらやばいっすね。あ、もうあれっすか、加熱してあるやつってことっすかね。まあそれならいいですけど。ね、生きてるやつだとあれっすけどね。よいしょ。お、鈴木みたいで美味しい。確かに美味しいっすね。なるほど。よしよしよし。お、ありがとうございます。あら、めげずにコメントありがとうございます。ちょっとわからないですけど、後で時間があれば確認してみたいと思います。ありがとうございます。よしよしよしよ。お、ブラックバスもブルーギルも骨が多いって聞く。あ、そうなんですかね、どうなんだろう。一応種類的には骨多そうじゃないんですよね。よしょ。まあほぼでございました。結構ね一般論というか釣り人さんの骨が多いとかって結構ねなんかあんまりあれだったりするんですよね。まあどうしてもそのままね焼いて食ったりとかねいろいろあったりするんで、割とね感覚が違ったりしますのでね。例えばねタチウオとかもねよく骨が多いとかっていう人いるんですけど、タチウオはね逆に骨少ないですね。横向き今抜いたりしてる骨がねタチウオないんで。でボラとかもね骨が多いとか言われますけど、ボラも少ないですね。ボラも横の骨がね最初の数本しかないんで、よいしょ、結構ね面白いですよ実際さばいてみると。お、揚げたら炊いてるものは何でも美味しいですわね。確かにそれも間違いないですね。揚げ物最強ですね、はい。まあ確かにそうですね、揚げて
揚げてこれダメならまずいわってのは確かに聞いたことないですねいや素晴らしい、その通りですねよっしょ、お、あらだす、コメントありがとうございます、美味しそうありがとうございます、美味しいやつをね、よいしょ美味しく仕込んでおりますのでよいしょ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 、あ、お、あらだす、ブリにアニ玉あるときあるんでしょ、見たことない、あーなんかね、ブリにアニサキスいるってすごいなんか一般論で言ってますよね、自分もあんまり見たことない気がするんですけどね、ブリにはね、どうなんでしょうね、まあな、今の時代はね何にでもいると思ってやるのがまあ一番いいことなので、まあ、ブリもねでかいんでお腹の中にはいると思いますけど、身には入りづらい魚ではあると思いますね、はい、お、あらだす、アイナメは骨多いよ、でも今や高級魚だから釣りに行く、あー、アイナメね、ほんと高級魚になっちゃいましたよね、よいしょ、なんか昔は割と普通に買えたイメージがあったんですけどねね、今や本当に高級魚なんで自分もめったに買ってこないですね、まあ、今日ね安いアイナメいたんですけど、ちょっとさすがにね身がだれすぎだったんでちょっとやめとこうかなっつってやめましたけどね、はい、何でしたっけ、ダッシュとかでもね東京のねアイナメはね幻だとか言ってやってましたもんね、よいしょ、お、あらす、ケンタ食堂はここですかここじゃないですねなんか出てましたね、あのなんか皆様が見てるチャンネルでケンタ食堂さん自分は見てないですけどお、あれです、車エビ食った後に頭と尻尾唐揚げにしてもらうの好き、あーよくやってますよね、ね、あれ生かしとかなきゃいけないんでね、自分うちはね水槽もないしあんまり池好きじゃないんでやってないですけどね、あれはいいですよね、面白いですよね、よいしょ、ちょっとねエビはなかなか締めないんでちょっとかわいそうになりますけどね貝とか魚は大丈夫なんですけど、逆になんかエビがかわいそうになるっていう不思議なね現象が起きてますね、はい、よいしょ、お、あらだす、こんにちは、2回目ですありがとうございます、いらしていただきありがとうございます、ちょ、今はねアジさばいてますね、よいしょ、釣り物だけあってさすがに身はプリプリですね、若干水分が多くて柔らかくなっちゃってたのかな、よいしょ、お、腹骨をすくうアニサキスは美味しいよ、え、そうなんですかアニサキス美味しいんですね、ちょっとね、よいしょ、アニサキスを集めて食べたことはないんでじゃあちょっと今度試してみますかね、まあ踊り食いはしないですけどね、はいボイルとかですか、しゃぶしゃぶ的な感じですかねお、あらだす、エビは劣化が早いよね、そうですね、車エビはね特に生きてないと、よいしょ、あの生でね出せませんからね、最近はねあのなんかあっちの日本海のねガスエビとかがちょいちょい市場にね来てるんですよね今日もねいて、おー、ガスエビだーっつって、ただねもうあの市場にいる時点でだいぶ真っ黒けになってるんですよね、あの結構ね色がね、なんでいやもう色変わってるしなってちょっと変えないよねっていう感じはかなりありますね、よいしょ、まあやっぱり現地で食うのが一番なんじゃないでしょうか、よいしょ、お、あれだす、アニサキスのかき揚げかき揚げは確かに作りやすそうですけど、さっきの揚げ物全部うまい説とかぶっちゃいますねアニサキスがうまいのかよくわかんなくなっちゃいますねよいしょ、
アジね、さばきました。お、生きたまま売られてたりするよね。そうですね、生きたままね、泳いでたり、まあ泳いでるのが一般的ですかね。あとはもうおがくずにね、入ってるやつとかもね、いたりしますよね。よいしょ。おがくずに入っててね、まあ軽く湿らせておくと、よいしょ、まあ呼吸もできてね、そのまま結構長い時間生きてるよっていうやつですね。多分水の中に入れとくより、よいしょ、保存状態としてはいいと思いますね。やっぱ水の中入れとくとね、運動しちゃうんで栄養とかどんどん使っていっちゃいますし、補給できないんで、やっぱり物はね、よくなくなる一方だと自分は思っております。よいしょ、よいしょ、アジでございました。よいしょ、生きたままパック詰めされてても普通に生きてる車エビの生命力バケモンすぎて確かに元気っすよね何でしたっけ、毛ガニがなんか出てくる動画とかなんか流行ってましたよねバズってたっていうのかなあんな感じっすよね、車エビもね。よいしょ、お、あれです、その包丁いいですよねありがとうございます。柳葉使ってます。あ、そうなんですね、いいですよねこれね。よいしょ、一体物なので洗っても衛生的ですね。この牛刀だとちょうどね、あの硬さがちょうどいいんですよね。若干こうしなるんで、ほ、あの魚の身にねフィットして、自分とてもさばきやすい、よいしょ、のがあって使っております。よいしょ、まあ割と3本目か4本目ぐらいに買った初期の頃の包丁ですねよいしょ、イワシもしまっていきます。よいしょ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 、イワシはね、あの注文を受けてから剥きますんで、このままねくるんでしまっていきます。空気とね反応するのが早いんで、やっぱね剥きたてで握るとね、全然イワシ味が違うんですよね。まあね、あのなんですか、忙しいお店とかだとねできないと思いますけども、こう注文を受けてから、ここから手開きにして握ってあげると、結構ね皆さんびっくりされますね。え、これイワシみたいな感じでね。よいしょよいしょ、お、あれです、そっか、まっすぐじゃないもんね魚の身。そうなんですよね、よいしょ、結構出歯は、まあ、切れるんでいいんですけど、硬いのでね、だんだんになっちゃったりとかしちゃってなかなかフィットしないっていう問題があるので、自分はねその解消のためにこっちの牛刀をね使っております。よいしょ、お、イワシうまそうだ、ありがとうございます。そうですね、今日のね結構ね、やっぱさすがにこの時期になったんで、ちょっと物が良くなってきましたかね。鳥取のねイワシでございます。しばらくねずっとねダメダメで、やっぱ大量発生の時は物も悪いっすねってずっと言ってたんですけどね。よいしょよいしょ、しまいました。これなら入梅とかでね、よいしょ、この先もちょっと期待できるかもしれませんね。よっこいしょ、生のねメバチマグロでございます。生バチどうですかね、生バチとかめっちゃ久しぶりですね。よいしょ、お、あれです、イワシも今や高級魚そうですね、ただ今年の大発生でだいぶまた値段が戻りましたね。まあ今日のでまあキロ700円ぐらいですか。一時期1200、300円ぐらいまでイワシも上がりましたからね。よいしょ、それに比べるとだいぶ値がね下がったというか落ち着きましたね。よいしょ、生ですけどちょっと慣れてますかね、水分多いのかな。よいしょ、お、あれです、カツオ、あ、いや、これあのマグロでございますね、すいません今日ねあの珍しく
メジマグロの、メバチマグロ、メバチマグロのメジマグロが入りました。はい。よいしょ。メバチっていう、まあ、さっぱりしてるマグロのちっちゃいやつですね。よいしょ、よいしょ、いてててててと。どうしようかな。こいつをとりあえず置いといて、先にこっちやっちゃおうかな。よいしょ。よいしょ。お、ほぼ半値か。そうですね。まあ、イワシの場合ね、結構大きさで値段もあるんで、よいしょ。大きくなるとね、お値段高くなりますよね。よいしょ。ただ結構ね、イワシって大きい方がね、物が悪いんですよね、基本的に。値段は高いんですけどね、はい。まあなぜかって、これはまあ仮説というか自分の考えですけど、よいしょ。あのイワシがね、あのなんていうんですか、大きくなるのに栄養を使っちゃってる感がすごいあるんですよね。ちっちゃいやつの方がね、栄養を溜め込んでる感じがあってプリンプリンだったりするんですけど、大きいやつはね、頑張って大きくなりましたっつって結構ガリガリだったりするんで、まあ大きいから美味しそうじゃなくて、結構ね、太ってるかどうかを結構重視してあげた方がイワシはね、いいものを買えますね。よいしょ。大きいんだけどめっちゃ痩せてるじゃんっていうのが結構いっぱいいます。よいしょ。まあ今のあの身長高い若い子みたいな感じですね。ひょろっとしてるって感じですか。はい。よいしょ。マグロでございました。よいしょ。まあバチなんで油もまあさっぱりって感じですかね。よいしょ。お、マグロですね。はい、メバチマグロでございます。メバチ珍しいんですけどね、基本自分のとこは本マグロかなっていう感じなんで、まあ今にもあんまり出てきませんしね、メバチね。よしよし。お、あれだす、トロの部分ってお腹のちょっと薄い部分のとこ、そうです、これ、ね、そうですね、ここのこっちのね、お腹のとこですね。まあ人間とかと同じようにね、あの下っ腹、お腹のところにね、油が乗りやすくなっておりますので、はい、油とか、よいしょ、あ、お腹とか、あとは皮下脂肪なんて言って、この皮の後ろに油が乗るんで、よいしょ、中トロとかっていうのはこういう皮の下側のところのお肉を取ったやつですね。大トロはお腹のところの、まあ、一番乗ってるとこって感じですね。おーい、よっこいせ。お、若私も若い頃は身長180にあるのに、すごい、すごい、180にもあるんですね、すごいな、かっこいいですね。しょ、ある程度年齢いくと太ってきました。そうなんですか。いやいやいや、いやけど180にすごいですね、かっこいいです。自分は166ぐらいしかないんで、しょ、ね、憧れますね。ね、大きい方はね、あの蹴りとかすごそうですからね、もうね、よいしょ、よいしょ。お、高身長裏山 160.5。 いや本当っすよね、でかい人ね、羨ましいっすよね。よし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 。お、おはようございます、おはようございます、いらしていただきありがとうございます。2枚目の紙は何ですか。あー、いいとこ見てますね。よいしょ。あれはあの水分調節用に、よいしょ、安いね、キッチンペーパーを巻いております。よいしょ。まあちょいちょい言ってるんですけど、あのお高い方のリードペーパーってやつはくっつかないでいいんですけど、水を吸った後また水を戻しちゃうんですよね、時間が経つと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。
それなのでその吸い取った水分をさらに吸い取ってあげるようにお安いキッチンペーパーを巻いてあります。あ、こちらが宮城気仙沼の天然真鯛でございます。そうするとその安いキッチンペーパーさんが水をねこう持っててくれますので、あ、キッチンペーパーに水溜まったなっていう段階でその安いキッチンペーパーさんを捨てると、よいしょ、魚の水分が無事に取り除けるという寸法になっております。よいしょ、お、あれです、これはタイですね。はい、 This is タイでございます。はい、天然マダイ、宮城気仙沼でございますね。よいしょよいしょ、半分使います。よいしょよくしょ、ちょっとしまう魚増えたんで一回ちょっとしまってまいります。よいしょ、お待たせしました。よいしょ、お、そういやタイのお腹の部分の寿司見たことないな。よいしょ、寿司に向いてないとかあったりするのかな。あー、お腹も普通に使えますけどね。はい、おふ、あの皮を引いてあったりして、よいしょ、皮目の部分がね白っぽいタイのお寿司があるとそっちがお腹の部分ですね。でしょう、まあ普通に使ってると思いますけどね。はい、まあたださ、まあなかなか皮引くのがあれなんで難しいんで、よいしょ、白い部分が残ってないって場合もありますけどね。よいしょ、お、あれです、自分はフレッシュマスター。おー、失礼しました、バッテリー充電します。よいしょ、お、フレッシュマスターという紙を使いますがコストが高いです。ですよね、自分もフレッシュマスター使ってますよ。マグロにだけ使ってますね。はい、本マグロにだけフレッシュマスターを使いまして、基本はリードペーパーとあと先ほどの安いペーパーを使っております。使い分けですね。はい、フレッシュマスターのあのちっちゃくなってるやつがいいですよね。使い勝手がいいなと思って、最初ロールだったんですけど、ロールはねなんかでかすぎるし、よいしょ、大変なんで高いんで、あのちっちゃく切れてるフレッシュマスターをうちは使っております。よいしょ、マダイでございました。よいしょ、腹の方が白いですね、こっちは背中。ほうほう。はい、そんな感じですかね。皮がついてたらまあ簡単にわかりますけどね、皮がないと確かにわかりづらいかもしれませんね。しょ、カンパチでございますね。よいしょ、こっちかな。よいしょ、お、ありがとうございます。今日も勉強になります。いえいえ、こちらこそありがとうございます。一応いろいろね、考えながらやっております。よいしょ。だいぶちょっと水分入ってんですかね。身がやっこい感じがしますね。よいしょ。お、あれです、俺の大好物。うまいっすよね。
うちだと結構レアキャラですね。よいしょ。最近やっぱり有名どころのお魚値段が高くなってるんで、よいしょ。まあお寿司屋さんとか料理屋さんも皆さんがご存知のお魚の方を使った方が売りやすいんでしょうね。よいしょ。うちは聞き慣れないようなお魚ばっかり使いますけどよいしょ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 。お、ありがとうございます。初見です、ありがとうございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ、美味しそうですねありがとうございます。お寿司屋さんでございまして、いつもね仕込みをねやってますので、よかったらぜひでございます。よいしょ。まあね、お気軽にコメントしていただければ答えられるところはお答えしますのでね。よいしょ。まあなんか魚関係のトラブルでもね、よいしょ、 X とかよりちゃんとした情報が出ると思いますのでよいしょ。お、ありがとうございます。バラムツあー、あれは販売禁止だったわ。ですね、ね、よいしょ。ちょっとね気になりますけどね、食べてみたいっていうのはありますけれども、まあ怖いもの見たさ程度ですよね。なんか普通に食べると恐ろしいことになるらしいですね。よいしょ。まあ聞くところによるとですね、まあおむつ必死になるらしいですね。よいしょ。まあ人間にね消化できない油を含んでる、まあワックスとかなんですけど、ので、よいしょ、それがねどうもね体の中をねこう油ですからね浸透してくるみたいですね。上からね下までね。まあそうするといろんなところを通るものですから、いろんな香りのねものがっていうお話らしいですね怖いっていう、自分の意思では止められないそうなので恐ろしいですね。よし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 。さてさてと、だいたい仕込みが済んできましたかね。そしたら炙ったり皮引いたりしていきますかね。よいしょ。そう、今日の炙りは工房あたりからいってきますか。あれ、こっち骨抜くの忘れてる片方だけ骨抜いて満足してますね。よいしょよいしょよいしょ。お、縁側とかも好きだな縁側も美味しいですよね。最近一般的に流通してる縁側はねもう全てねカレイの縁側ですからね。あれもねちょっとねワックス入ってんですよね。深海カレイ的なやつなんで、カラスガレイとかアブラガレイとかが今の時代は使われてますかね。たまにねオヒョウとか言ったりする方がいるんですけど、あのオヒョウって言ってる方はだいぶ情報が古いですねオヒョウはもうだいぶね狩られ尽くして、もうほんとあまり流通しないですね。たまに出てきますかね、あオヒョウだっつってね。よいしょよいしょ。お、じゃあ食いすぎ注意かそうですね、まあただそこまで量は多くないんで、まあ普通に食べる分には、はい、一食全部縁側の寿司とかでも大丈夫じゃないですかね、多分ですけどね。あの炙ってあげるとね、あのワックスの香りがねこうふわーっと漂ってくるんで、もしよかったら、まあ、縁側炙り美味しいんでねやってみてもいいと思います。よいしょ、ほぼ置いときます。まあ自分のおすすめは縁側の上にあの柚子皮をですね、柚子の皮をちょろっと置いてあげて塩振って炙ると
その柚子のね香りがふわーっとしてね、あの油と相まってうまいんですよね。まあうち縁側ないんでできないんですけど、あああれは美味しいですよ本当に。食べたくなってきちゃった。昔ね扱ってた時があったんで、すごいワックスの香りすんなこいつって思ってました。よいしょ。まあ普通の方にはもしかしたら分かんないぐらいかもしれないですけどね。よいしょ。皮を引いていきますね。マグロです。先ほどのメバチマグロですね。よいしょ。マグロはね結構皮ね厚めにね取ってあげます。皮をね厚めに取らないと、その皮の近くに結構血管が通ってますんで、その血がね残っちゃうんで、身側にね。これですね、この血管たちですね、これこいつらこれが身の方に残っちゃうと、まあ色変わりが早くなる原因になっちゃいますので、ちょっと厚めにね取ってあげた方が、まあマグロは結果的にいい状態になったりしますね。まあとはいえまたギリギリ取っちゃいましたけど、よし。やっぱ血からねどんどんどん色変わっていくんで、血のところはね取っちゃった方がいいですね、マグロは。軽くお塩をね振ってね落ち着かせておきます。よいしょ、よいしょ。こいつでね水分もね取ってあげますね。次はよいしょ、カンパチですね若干水分多めですね。よし、いけるか。ちっちゃかったんで骨抜いてみましたけど、うまくいけるか。あちゃ、まあまあというか、まあ皮引くのは要練習ですねずっと言ってますけど、よいしょ、よいしょ。音結構ねこう皮力入れすぎても皮が切れちゃうし、よいしょね、入れなさすぎてもね切れないし動かすと切れすぎるとかね、結構バランスが難しいところなんですよね。よいしょ、しょ。次はねメジナでございます。よいしょ、よいしょ。メジナ結構やっぱ状態がいいですね。うまみはどうだろうな、ありそうな気はするんですけどね。よいしょ、ポイッと。メジナはね皮のところの香りが強いので、しっかりね綺麗にしてあげます。よしよし、まあ、メジナもね結構旨味が強いんで、よいしょ、しっかり皮を取ってあげて、あげるとね美味しくなりますよ。よいしょ、だいぶ水分がねあるかと思ったんですけど、結構ねプリプリしてていい感じですね。よいしょ、しょ、しょ。あちゃー
お、あらです。こんにちは。こんにちは。メジナとグレは一緒ですか？そうですね。メジナとグレはね、一緒ですね。でしょ。関西とか釣り関係の方はグレって言いますね。はい。よいしょ。魚の名前的にはメジナって感じですよね。お、こんにちは。こんにちは。いらしていただきありがとうございます。よしよしよし。今ね、皮取っております。メジナでございますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うん。綺麗に取りました。こいつもね、お塩を振っときますね。よし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 これで OK ですね。よいしょ、メジナでございました。よいしょと、そうしましたらそろそろ方々がいい感じかな。よいしょ。水も浮いていい感じですね。よいしょ。お、あらだす。皮引きの時、魚によって包丁の角度を変えてますか？あー、変えてるような気がするんですけどね。皮引きはあんまりね、正直自信があんまりないですね。割とまっすぐ目の歯がいいのかなって思ってこの子使ってますけどね。よいしょ。ほぼ身が締まってて皮もしっかりしてるんでめちゃめちゃ曲がりますね。皮しっかりしてるんで結構強めにね炙ってあげて、よいしょ、使うときは皮のあたりがね薄くというか細くなるように使ってあげるといいですね。よいしょ、食感が強くなりすぎちゃうんでね。ほぼでございました。よいしょ、ほぼですね。そしたらマダイですね。お次はね、お塩を振っておきます。これで置いておきます。そうしましたら、よいしょ、他のやつをね仕込んでいきますかね。よいしょ。なんかすごい状態になってるな、これなんだ。どういうこっちだ。よいしょ。今日はね、お次はねワカサギ仕入れてまいりました。大きいワカサギですね今日はね。大きいワカサギはね焼きが美味しいんですよね。よいしょ。今日はね琵琶湖のワカサギです。よいしょ。今日はワカサギ姿焼きにしますかね。
洗って並べてあげまして、粗塩をね振ってあげて、よし、おっ、水分をね抜いといてあげますね。ピッピと、でね、焼くときはね、うちの場合は岩塩振ってね焼いてあげますね。そうするとね、まあ、お塩の感じも厚みが出るので、よいしょ、すごくね美味しくなっていいですよ。ご家庭でもね真似できる簡単なところなんで、ぜひぜひといったところでございます。よいしょ、ワカサギ、ワカサギ、よくね天ぷらとかにするんですけど、天ぷらとかだとね、まあさっきの揚げ物の話じゃないですけど、よいしょ、全部ね美味しくなっちゃってね、よいしょ、まあ、なおかつ油とか衣の関係があってなんだかよくわからんみたいになっちゃうので、うちだとね結構焼きをおすすめしております。よいしょ、こんな感じで並べました。お塩ね振ってきます。お塩、お塩、水が出てきてね美味しくなりますんでね。琵琶湖のワカサギでした。よいしょ、よいしょそしたらね、マダイを炙ってまいります。よいしょ、マダイもね縮むんでね結構注意が必要ですね。よいしょ、まあ先ほども言ってたんですけど、やっぱり焼きの香りと相性がいいんで、よいしょ、こうね香ばしく炙ってあげるとねより美味しくなりますね。あちゃー、縮まっちゃいました。ちょっとね黒くなってくるぐらいねしっかり目にやった方がいいですね。しょ、軽めでね済ましちゃいますとかえってね魚臭さが引き立っちゃったりとかもしますんで、よいしょ、強めがおすすめですね。マダイでございました。よいしょ、よいしょ、次はねこちらサワラでございます。岩手のねサワラでございますね。こちらが原川でございます。よいしょ、これで置いていきますね。よいしょ、そしたらばカイもねやってきちゃいますかね。まあカイは洗ったりしてしまうだけなんですけどね、うちは生かしといて注文の時にね、よいしょ、仕込んでいくような感じでやってますね。まあ鮮度がねちょっとやばくなっちゃうとね先に、よいしょ、仕込んじゃいますけどね。よいしょ、まあ、死ぬ前に仕込んであげた方が物はね長持ちしますね。貝は生きてないといけないんで、死んじゃうとねどうしても物がダメになっちゃうんで、
まあお出しするところはあるとは思いますが、うちではちょっとやってないですね。よいしょ、ちゃんと動くや貝をねお出ししてます。次がねサザエでございますね。サザエです。サザエはね巻き貝なんでね。あーい、失礼しました、お荷物が届きましたよいしょ、こちらがねホッキ貝でございます。北海道のねホッキ貝です。大きい方がね美味しいんで、大きくて太ってる貝をね買ってきてますね。貝の太ってんの分かんないよっていうね人が多いと思うんですけど、まあ意外と簡単で、こう見た時のここの太り具合がね、あの貝が太ってるかどうかなんで、よくハマグリとかここがめっちゃスレンダーでこうスリムな貝なイメージありますよね。シジミとかはこんな感じで太ってると思うんですけど、こういう状態が太ってる貝ってやつですね。よいしょ、タッパーに入れてね、生かして置いといてあげます。よいしょ、よいしょ、蓋はねきっちり閉めちゃうと、よいしょ、酸欠でね空気なくなって死んじゃうんで、開けとく感じにしますね。よいしょ、貝ね水槽とかに入れないのっていうのね感じに思う方もねいるかと思うんですけど、よいしょ、水槽とかに入れちゃうとねどんどん弱っていってしまいますんで、まあ入れなくても弱るは弱るんですけどね。どうしても水槽に入れちゃうと水があって呼吸したり活動もねどんどんしちゃうので、弱るのがね早くなっちゃいますかね。なんでうちの場合はね、あの乾かさないようにしときながら、よいしょ、水には入れないで、まあ眠らせておくみたいな感じで保存してありますね。よいしょ、サワラでございました。よいしょ、そうしましたら、よいしょ、ちょっと他もねいろいろ仕込みをしていくので、一旦この辺で、よいしょ、ライブはね終わりにしたいと思います。よいしょ、まだ皆様いらしていただいているのに申し訳ございません。よいしょ、コメントをたくさんありがとうございました。よろしければね、他の動画とかも見ていただけたらとても嬉しいです。ではまたご都合が合いましたらよろしくお願いいたします。では失礼いたします。